久保のレアル復帰、消滅した理由がこちら。ライカでのブラジル代表新監督への就任も噂されていたが、レアルマドリード派アンチェロッティ監督との契約を2026年6月30日まで延長することで合意したと発表した。はい、久保レアルナス、わら。久保のレアル域消滅。ブラジル代表監督派どうすんや？誰がレアルの監督辞めて叩かれるために母国でもない国の監督するんだよ。シャビアロンソもレバークーゼンで、かなり権限もらってやってるし、すぐ出ないでしょう。シャビアロンソに変わらないなら久保も行かない方がいいな。久保派プレミア行きかな。これで久保派バルサかプレミアか。別に久保がバルサ行きたいって言えばマドリーに拒否権派ないし。それに最強チーム行くより落ちてく名門を支える方がかっこいい。